どうした？ユーナがね、あんたも一緒に行ってさ。え？あのさ、ガードお願いしちゃダメかな。なんだそりゃ、冗談よせよユーナ。こいつはブリッツはできるけど、魔物との戦いは素人だぞ。ガードじゃなくてもいいの、そばにいてくれれば。え？何それ、どういうこと？それは、どうせみんな寺院に行くんだから話は後でいいでしょ。ごめんね、突然。ごめんって言われても、なんだよ、よくわからないな。ごめんなさい。まずいっす！早く手伝え、真のこけらだ。魔法は触手が吸収してしまうわ。きっつぅ。ああ、悪かった。ついお前を呼んじまった。ガードは大変っすね。お前、バトルの方も才能あるみたいだよな。やめてよ。あのさ、真のこけらって何？真の体から剥がれて、置き去りにされた魔物のこと。放っておくと真が戻ってくる。さっさと退治しちまわないとな。バトルの才能があるかもってワッカに言われて、この時ユーナのガードになることを頭の隅で考え始めたような気がする。
そういや、あれだ、ザナルカンドには魔物はいるのか。あまりいない。たまに出ると大事件だな。あ、ザナルカンドのことなんて信じてないくせにさ。考えたんだけどよ、真にやられた人間は死ぬんじゃなくて、真の魔力で千年前だか後だかの世界に運ばれるのかなって。で、ある日突然ひょっこり帰ってきたりしてさ。いつもながら感心するわね。ん？自分を騙す方法を次から次へと考えつくから感心するって言ったの。シンはチャップをどこにも運ばなかった。彼を押しつぶしてジョゼの海岸に置き去りにした。あんたの弟は二度と帰ってこない。それからね、これも言っておくわ。あんたがどんなに望んでも誰もチャップの代わりにはなれない。ジェクト様の代わりもどこにもいないし、もちろんブラスカ様の代わりだってどこにもいない。そんな考え方、悲しくなるだけよ。俺だって弟の代わりなんてできねえんだよ。まあいろいろあってな、気にすんな。ワッカとルールーとチャップってやつの間に、そう、俺の知らない複雑な事情があったんだなって、それくらいは分かった。でもそういう話題は苦手だった。お前たちもオハランド様に必勝祈願か。祈願だ？我らルカゴアーズは上昇だ。祈願など必要ない。じゃあなんでここにいる？もっと強いチームが現れるように祈ったのさ。お前んとこは今回も目標は精一杯頑張るってやつか。そんなちんけな心構えじゃ今年も初戦敗退確実だな。今回は優勝狙いだ。うん、狙え狙え、狙うだけなら誰でもできる。決勝で会おうぜ。あいつらにだけは勝つぞ。知ってるチームなの？人を見下してバカにして、あの態度が俺の親父みたいだ。ジェクトさん、優しくて楽しい人だったよ。それは別人っす。いなくなって10年、それなのに親父のことを考えると俺の気持ちはざわざわした。ワッカさんたちのお祈り届くといいな。オハランド様、何卒お力を。あなたも召喚士？リサイド島より参りました、ユーナと申します。ドナよ、あなたが大召喚士ブラスカ様の娘ね。血統書付きの召喚士様でしょう。あら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 、この人たち全員あなたのガード？ゾロゾロとみっともないわね。ブラスカ様のガードは二人きりだったはずよ。ガードは量より質、数に頼るなんて浅はかね。だから私のガードは一人だけね、バルテロ。ガードの人数は信頼できる人の数と同じです。自分の命を預けても安心だと思える人の数です。だから
私にはこんなにガードがいてくれて幸せです。ええ、父よりも幸せだと思っています。もちろんあなたの考え方だって間違いではないと思います。だからドナ先輩、私たちのことは放っておいてください。勝手にしなさいよ。行きましょう、バルテロ。ガードとは、召喚士が命を預けても安心だと思える人。俺、そういう人になれたのかな。何笑ってんだよ。祈り子様はこの下にいらっしゃる。さあ、行こうぜ。祈り子？その前に、試練の間よ。準備はいいわね、決まり。ワッカ。よろしく、お願いします。お、あ、どうして？ガードじゃないから。なるべく早く戻るから、待っててね。また一日かかったりするんじゃないの？ユナは？あなたは何をしているわけ？ガードじゃないからな、俺。入っちゃダメなんだろ？ガードじゃないんだ。なんだよ！あ、話せっつーの！うい、いて、何すんだよ！仕返し。は？これ、きっとまずいっす。おいおいおい、ドナド筋肉男が無理やりさ。理由はどうあれ、罰を受けるのは言うなよ。罰って、どんな？寺院立ち入り禁止もあり得る。ここから先は召喚士だけの聖なる場所へ。ガードも入っちゃダメなのか？起きてだ。ああ。静かにしていろ。この中何があるんだ？祈り子様がいらっしゃる。ああ、それそれ。さっきも言ってたよな。神を倒すために進んで命を捧げた人たちをエボンの技で生きながらにして魂を肉体から取り出されて、あ、祈り子像に封じられて永遠の時を生きる。祈り子様の魂が召喚師の祈りに招かれて姿を現す。それが召喚獣。この部屋の中に ユナは中で何をしてるんだ？必死に祈ってるんだ。神を倒す力を貸してくれってな。お、静かにしていろ。あの時、みんなには黙っていたことがあるんだ。
あそこで聞こえていた歌は子供の頃から知っている歌だった。ザナルカンドとスピラがどこかでつながっている証拠、そう思った。それに気づいたからなのかな。帰りたい気持ちが急に強くなってさ、胸が詰まったみたいで何にも言えなくなった。抑えていたはずのザナルカンドへの気持ち。膨らんで、弾けた。顔が、カーッと熱くなってさ。大丈夫？大丈夫じゃないかも。どうしたい？叫びたいかも。ああ！何話してんだ？なれなれしい野郎だな。ああ、こいつあれですよ。キーリカで会ったじゃないですか。あ？ほら。ビサイドオラカのやつで優勝するとかほざいてた。ああ、あのおめでたいやつか。ひどい言い方。そりゃ仕方ない。突然オラカが強くなるはずないもんな。俺が入ったら強くなるんだよ。そう、強くなるんです。ザナルカンドのチームのエースだった人ですからね。はっ、そりゃまたすげえ場所からいらしたもんだ。遺跡にもチームがあるとは知らなかったよな。遺跡じゃなくてちゃんとした大きな都市があるんです。あのさ、俺真の毒気にあるんだよ、本当に。召喚師様ってのはわけがわからねえや。どうしたの？なんか、ムキになってなかった？あの人たち、失礼だし、それに、君のザナルカンドは、きっとどこかにあると思う。どうして？ジェクトさんに聞いてから、ずっと憧れてたんだ。いつか行きたいなって思ってた。ね、帰れるといいね。うん。俺ん家来る？とか言いたかった。そう言えない理由を考えると、なんとか言いなさい。無責任だと思うでしょ。大丈夫だって。ルカにあいつの知り合いいるって。いなかったら？そん時はどっかのチームに入るとか。とにかくビサイドにいるよっか何倍もマシだろ。要するに、あとは勝手にってこと？どうすれってんだよ。ユーナがガードに従ってる。ああ、それそれ。面倒なことになったよな。原因作ったのは誰？俺だってのかよ。俺だよね。なあ、どうしてユーナはあいつをガードに従るんだ？ジェクト様の息子だからよ。
あ、なるほどね。でも、それ本当なのか？本当にジェクト様の息子なのか？真実はともかく、ユーナはそう信じてるわね。なるほど。なるほどなるほどって、あんたちゃんと考えてるの？考えてっけど、結局あいつが決めることだ。あいつとユーナが決めることだろ。まともなこと言うじゃない。ひどうなるのが一番いいのかしら。あんたから進めてみたら。何を。ユーナのガードになること。なんで俺が。ユーナからは言えないでしょ。なんで。父親が嫌いで、父親の影を重ねられるのも嫌。そんなこと言ってる人に言えると思う？君はジェクト様の息子だから、私のガードになってほしいって。気にしすぎじゃないか。分かったよ。大会終わって落ち着いたら俺から話してみる。無理強いしちゃダメよ。分かってるって。決めるのはあいつだ。あいつ父親が嫌いなのか。そうみたい。ユーナから聞いたわ。親父が嫌いか。そりゃ贅沢もんだよな。俺両親のことなんて覚えちゃいないもんな。好きも嫌いもないもんな。私は5歳だったから少しは覚えてる。くそ。シンが何でもかんでも取っていきやがる。そろそろ寝とけ。ルカに着いたらすぐ試合だ。知り合い見つかるといいな。試合の時は思いっきり目立てよ。ちょっと考え事してるから悪いわね。これはこれは、ジクトさんちのお坊ちゃまではありませんか。いつもはただじゃ見せないんですけどね。そのシュートはこうやるんですよ。お前にはできねえよ。でもな、心配することはねえ。できないのはお前だけじゃない。俺以外にはできやしねえ。俺は特別だからな。何が特別だってんだ。すっげ
へえ、なんて技だそれ。名前なんかないし、練習すれば誰にでもできる。もう一回やってみてくんねえか。ジェクトシュートだよね、さっきの。あ、なんで知ってるっすか？子供の頃ジェクトさんが見せてくれたんだ。正式な名前はジェクト様シュート3号だよね。バカな名前だよな。それにさ、本当は1号も2号もないんだぞ。3号って言っとけば1号も2号もあるって客は期待する。そういう客は今夜こそ見れるかもって毎晩スタジアムに来るって言ってた。でさ、本当にその通りになってすっごく腹が立ったな。親父生きてるのか？わからない。でもね、ジェクトさんは父さんのガードだったから。こっちでも有名人？うん、だからもし亡くなったとしたらその話は伝わってくると思うんだ。ふん。ねえ、会えたらどうする？10年前に死んだと思ってたやつだぞ、今さらな。そうだな、何より先にぶん殴る。あいつのせいで俺も母さんも苦労したし、あいつが有名なせいで俺はいつでも、ユーナならわかるだろ。ん？ユーナの親父さんも有名なんだろ？この世界の人はみんな知ってるよな。うん。嫌じゃないか？時々父さんの名を重たく感じることはあるけど。だろ？それよりもスピラ中から慕われる父さんを誇りに思うかな。まあ、ユナの親父さんと俺の親父は違うってことで。ジェクトさん、かわいそう。俺は？もっとかわいそうだね。で、さっきのもう一回やってくれ。ああ。親父がルカに来るとは思えなかった。あいつ他人の活躍を見るのが嫌いだったからさ。だけど必ず何かが起きる。そんな胸騒ぎがして眠れなかった。大会で活躍するっすなんて言ってたのは不安を紛らわすから元気ってやつでさ。